ティバト空港とは、モンテネグロ、アドリア海沿岸のティバトに所在する国際空港。ティバトの中心部より4キロメートルほど離れた地点に所在する。モンテネグロには定期の国内線の航空便が存在しないため、国内運用はチャーター便もしくはゼネラルアビエーションに限定されている。行き先は主にヨーロッパの主要都市であり、下記には 多くのチャーター便が世界各地に飛んでいる。ティバート空港は1971年に2500メートルの滑走路を一方に有す飛行場として建設され、現在はモンテネグロ国内に2つある定期便就航空港の1つである。もう1つは首都ポドゴリツァのポドゴリツァ空港であり、どちらもモンテネグロ空港車によって管理されている。 旅客ターミナルはいずれも平屋建てで小規模だが2棟あり、2006年に建設された第一ターミナルのほか、2018年に増加する需要に対応するための応急処置として建設された第二ターミナルがある。ティバト空港はアドリア海に近く、モンテネグロ国内でアドリア海で接する地方では北部に所在する。空港周囲には山があったり、滑走路より100メートルほど先には、 コトル湾があったりと立地上非常に危険な場所にあるにもかかわらず、幸いにも事故は開港以来発生していない。また、地形上離着陸が危険なため、昼間の時間帯のみの運用になっている。そして、この空港は操縦士にとっても最も離着陸が難しく危険な空港の一つとして認知されている。また、空港から7トル離れた地点には、コトル、 20km 離れた地点にはブドバもあり、観光にも便利な空港である。2007年には韓国国際協力団により装備が援助され、空港は近代化された。また、この年の旅客数は573,914人となっている。その結果、2009年6月には昨年度より利用客が4%増加した。また、空港内で 公衆無線 LAN 等も利用できるようになっている。ありがとうございます。